めんなさい、マイク入ってなかった。また一人で喋ってた。はい、それでは、今回も Life is Strange の方やっていきたいと思います。朝ごはんができてるっていうことでね、クロエのお母さんの元に行きたいと思います。すごくいい匂い。子供の頃を思い出すな。うん、朝のあの朝食作ってる時の音だったりね、匂いってすごくいいですよね。お、ケイト。マックス、屋上で手を差し伸べてくれて本当にありがとう。学校中であなただけが私を助け、本当に私のことを気にかけてくれた。きっとあなたは私に希望をもたらすために。すごいですね。まあでもそうですよね、彼女からしたらね。いやでも本当に救えてよかったですよ。あ、お父さんも、マックスに感謝してるっていうことで、家族みんなであなたのために祈る。ありがとう。鏡。マッドマックス参上、かましてやるぜ。マッドマックス。なんてね。また本当自撮り好きですね。まあなんかね、もう自撮りって当たり前、ピンホール。当たり前になってますよね、今ではね。特に Facebook とかね、そういうの見てると。まあ日本人は、まあ、する方もね、結構いますけど、海外と比べたらまだまだですよね。あの海外とかは本当に多いです。クロエは自分の歯ブラシを使われても気にしなかったな。そっか、歯ブラシを共有か。まあでも付き合ってる人だったらもう何とも思わないですけどね、僕も。まあ相手はどう思うか別ですけど、まあ、まあでも今まで付き合った人もそんな気にするような方はいなかったですね。共有しても使う、顔でも洗うか。じゃプールの塩素で顔がすごくベタついてたからすごく気持ちいい。あれ、この汚い海賊のタオル、クロエが子供の時から持ってた。思い出しちゃった。汚い海賊のタオル。出れなくなってんのかな、外に。あれ、月曜日におばさんの部屋で助けた青い鳥だ。なんとかね、助けてあげたいですね。あのお父さんが何かしなきゃいいんだけどな。中には入らない方がいい。デイビッドが寝ているかもしれないし。あ、そっか。じゃあ一回行きましょう。デイビッドにはね、会いたくないですよね。お母さん歌ってる。仕事前でしょうかね、お母さん。あのウェイトレスのね、格好してますよね。おばさん、おはよう。レイチェル。あ、マックス、驚いた。その服ぴったりじゃないか。あ、そっか、この服着てるからか。とは違うけどね。で、何が食べたい？好きなの作ってくれんの？まあなんかマックスっぽいのはパンケーキですよね。まあ僕はやっぱり卵とベーコンかな。卵とベーコン焼いて。昔はよく卵とベーコンが焼けたよって起こしに行ったっけ。そうそう、それで飛び起きてたよ。それじゃあちょっと手伝ってくれるかい？卵とベーコンを持ってきて。了解です。卵とベーコンね。パンケーキか。このパンケーキでも作ってみようかな。作ったことないな。野菜を食べた方がいいんだけど、はあ、ベーコンは捨てがたいね。ベーコンはほんとね、ベーコン大好き。ベーコンは万能だしね、日持ちするし最高ですよ。
僕一人暮らしでね、自炊してるんで、今でも同じシリアルを食べてる。私も。卵ここか。鶏より卵が先っておばさんの口癖。ね、こう右上に出てますけど、あの僕がねブラジルにいる頃も、卵が入ってる、そのケースっていうのが紙でできてたんですよね、硬い。なんか見た感じでは、アメリカもそうっぽいですよね。日本だとね、あのプラスチックの柔らかめのケースに入ってますけどね。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。レイチェルが失踪してからあの子は、ああ、その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ロスで元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。だけど。言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、クロエに連絡してくるんじゃないかってね。考えるのさ。レイチェルは無事かな。事件に巻き込まれたのかも。クロエに怒ってた。ちょっと振ってみますか、これ。事件に巻き込まれたかも。なんか怒られそうだけど。こんなこと考えたくないけど、もしかしてレイチェルは何か事件に巻き込まれたのかも。そうだね。でも実際そうだと思うんですよね。捜査番組なんて見るとレイチェルが出るんじゃないかって気分が悪くなる。だから考えないようにしてるよ。クロエが必死で探す気持ちわかるな。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？そうかも。まさか。まさか。まさか。引っ越しで置き去りにした私よりいい友達ができて嬉しいよ。バカ言いな。クロエと一緒に海賊ごっこをしているのを見たとき、あんた以上の友達はいないって思ったんだ。あんたがクロエをかばったとき、それが確信に変わったよ。ありがとう。かばってよかったですね。じゃあ海賊ごっこなんて大昔の話だよ。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。あんたまだ18だろ。若いね。私も時間を巻き戻したいよ。そんないいものじゃないよ。え、知ってんの？お母さん、みんなお待ちかねの朝食だよ。巻き戻す能力。そろそろ席について。私もって言ってたから。新聞。こんなことで有名になりたくない。すごいじゃないですか。ニュースにも、新聞のニュースにもなってますよ、マックス。ビン。こんな朝早くから誰がビールを飲むのかな。一人しかいないでしょう。あの人でしょう。出てきちゃうんじゃないの、お父さん。あ、来た。おお。ありがとう、おばさん。でもここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。違うよ。美味しいってことだよ。誰も水やりをしてないみたい。本当だね、枯れてるよね。粒入りじゃなくてクリーミーでよかった。粒入りかクリーミーな方かね。粒入りじゃない方が好きですね、僕は。ベーコンエッグ早く食べたいな。よし、じゃあいただこうか。一生懸命食べてますね。終わった？おお、早いな。あんたに会って本当にいろんなことを思い出したよ。あんたの写真には到底及ばないと思うけど。私のお気に入りの写真家も。こんな写真を撮るの、デイビッドは幸せだね。
あの人も私たちの幸せを願ってる。うまく表せないだけで。やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。いつものあんたも素敵だよ。懐かしい。この写真よく覚えてる。そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど、この後すぐに車で出かけて、そして、うん、そうだったね。ごめん、湿っぽくなったね。そうだ、この写真をもらってくれないか。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、今とは全然違う。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ。さっさと食べな。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそ喋ってんだい。こっちの勝手だろ。ったく、この家にプライバシーってもんはないのかよ。うん、聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。あの、お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。うまいな、クロエ。この子は。いいから少し落ち着きなさい。うるせえよ。よし、じゃあデイビッドのパソコンを調べないと。絶対何か隠してるはず。でもパスワードが必要でしたよね。パスワードがかかってる。クソ親父。クソ親父じゃないよね。何か手がかりないかな。手がかり、あ、それを探すんですね。引き出し、引き出しなんか前開けれなかったよね。あら、なんか素敵な写真じゃないですか。新しいパパ、パスワードに使ってたりしないかな。アルカディアペイ。ん？何？なんで今の。引き出しを開けたことがそんなに重要だった。特に何もなし。何もなし。軍用の南京錠、デイビッドらしいね。うん、暗証番号が読み取れる。7171。これがパスワードかも。なるほど。あ、選択肢がこれで増えたっていうことか。何も入ってない。銃を戻そうにももう無理だよ、クロエ。そっか、前は鍵かかってなかったんだね。この ID 番号は使えるかも。なるほど。これでまた増えるのかな。この番号をパスワードにしてたりして。あ、これでまた増えましたね。この本を何度も読んだみたい。何を学んだんだろう。そうですね、ボロボロですよね。あなたが帰るべきね。あの戦場に、行った人はね、結構こう変わったりするって言いますしね。あの精神的にもだいぶやられたりね、する方が。デイビッドの両親から。この日付がパスワードかも。2007年7月。なんか選択肢がだんだん増えてきてますね。これをつけた車におばさんを乗せて走ってるところは想像できないよ。ファンファーレ、結婚です、新婚です。結婚ですって。うーん、今にも走り出しそう。監視よりもこっちの方がいい趣味だよね。こ
そんなにできてなかった気がする名前は。もうプロポーズしてるようなものだね。あなたがお店に来てくれて嬉しいわ、あなたみたいな紳士が までいるなんて世の中捨てたもんじゃないね、また一緒に話をするのがとても楽しみ、忘れてないと思うけど私名前はジョイスよ。ねえ、女性からそんな積極的ですね。デイビッド・マドセンも誰かにとっては恩人なのかも。じゃあとりあえずこれでやってみましょうか。彼にとってなんでしょうね、やっぱでも家族じゃないですか。新しいパパってどうなんでしょうかね。じゃあこれやってみましょうか。全然違う。違う。新しいパパ。気になる結果は外れ。何やってんの？パソコンが固まったよ。戻さなきゃだ。OK。グン。エラー。ダメ。あら。ダメダメダメ、固まっちゃうんだよ。何やってんの？OK。いや、ほんと最高だよね、この能力。適当に行きましょう。ああ、もう。あれ？ちょっとやばいんじゃない？これ。もう一回。何やってんの？パソコンが固まる。本当にちょっと待って、他にもうこれで全部使い切っちゃったよ情報。他にも何かあるってこと？トロフィー。2001年からこんな悪趣味なの飾ってるの？悪趣味あ、これでまた増えましたね。多分ね、あっちのドアから戻っちゃうとダメなんですよね。キッチンの方だから。デイビッドのパソコンのパスワードを見つけないと。じゃああれじゃない？だってもうこれしかないでしょ、今の。あ、間違えた。全然違う。違う？ちょっと待ってよ。他にある？なんかちょっと待って、これ電気つけてから。なんか銃を戻そうにももう無理だよクロエ。変化ないですね。ちょっと待って、なんか、あ、違うか。困ったな、これは。他にない。もうプロポーズしてるようなものだね。これがパスワードかも。あ、もう一個あったよ。よしよしよし。家族。やった、私ハッカーの才能あるね。うわ、得だね。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。でもどうしてデイビッドが気にするの？確かに。フランクが何か知ってるかもしれないっていうことですよね。本日午後2時35分。
こう所持してたみたいですね。尾行してる暇があったなら助けられたはずなのに。ケイトは他の学生よりもバスルームにいる時間が長い。薬か。あごひげを生やした男、大人の男は信用ならない。どういうことでしょうか。じゃあ僕も仲間ですね、そんなこと言ったら。ケイトはボルテックスクラブのパーティー以来、引きこもっている。教会にさえも行ってない。薬か。もう薬かっていうのを3回も言ってますよ。ああ、それか。パーティーについてケイトと話をしようとしたがダメだったみたいなね。マックスが間に入って止めた時でしょうかね、これ。何これ。気持ち悪い。マックスだ。マックス・コルフィールドのプロフィール。オンライン上での名前、マット・マックス。もうこれ映画のパクリじゃないですか。マックス・ファクター、ノワール・エンジェル。クロエに知らせなきゃ。悲しむだろうな、というか怒るだろうな。大丈夫かな、これ。お父さんと、テイラー。私とママのこと気にかけてくれてありがとう。私たちみんな見てて、あなたがどれだけケイトのこと心配してたか、他の誰も気にかけてなかったのに。ありがとうテイラー、だってケイト気にかけてたよ。もしパーティーに行くなら私がバッチリ決めてあげるよ。もしよかったらだけど。じゃあ行く場合はテイラーにバッチリコーデしてもらおうよ。またね。ジョイス。まったく。クロエは揉め事ばっかり持ち込んでくれるね。